ルパルパンはこの時を待っていた。すべてが始まったこの場所を君自身の目で確かめてほしかったのだ。ルパンが幼い子供だった頃、彼の母親を狩人というだけの理由で討伐するために君の母親と親族がこの地に足を踏み入れた。ルパルパンによると、その夜彼らは狩られる側となり逃げ場がなくなったらしい。君の母親は無情だった。復讐心だけがむき出しだったらしい。君が君の母親と違うことは見て取れるそうだ。君には何か異質なものが感じられる。君なら正しい決断をして彼らをそっとしておこうとしたかもしれない。彼は君の母たちのせいで孤児となりのけ者にされた。それ以来彼は毎晩あの日の出来事、君の母親とその門弟たちはもはや取り返しのつかないことをした。彼という怪物を作り上げたのは彼女たちなのだ。ルパルパンはひたすら時が来るのを待った。そして君の誕生を聞いた時、彼は復讐の計画を立てたのだ。君の村を滅ぼしたあの夜、彼が君を生かしておいたのはそのためだ。君には自分と同じように苦しみに満ちた生涯を歩ませようとしたのだ。彼は君に生涯の間決して消えない傷跡をつけた。いつか再び出会った時に君だとわかるように。そして君がその傷を見るたびにあの過去を思い出すように。彼の上は年々増していった。草食になろうともしたが、彼の体がそれに適応しなかった。だからといって何も食べないわけにもいかない。だが彼は食欲を満たすためだけに生命を奪ったことはない。ただ生き残るために彼は生命を食らう。それこそ彼らの生まれ持ったあるべき姿なのだ。自然を深く見つめれば全てをより深く理解できるだろう。弱者は淘汰され、強者のみが生き残るのだ。運命などというものは自分の道すら決められない弱者のためにあるものだ。そして君は今自分自身の運命を受け入れる時が来たのだ。強き者のみが生き延びるという運命を。当たったな。